いつもお世話になってます。美作の YouTube の時間やってまいりました。どうもありがとうございます。はい、皆様大変長らくお待たせいたしました。牧田さんがですね、ついに 40V マックスの充電型で 125mm の丸ノコの方がですね、充電が丸ノコの方が新登場いたしました。はい、型番が HS005G ですね。はい、今回ですね、ようやくこの 125mm の軽いタイプ出ましたので、今回皆様にこちらの丸ノコの方ご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではこの新しく出ました 125mm の 40V MAX のこの丸ノコの、まずはこのディテールですね、皆さんご覧ください。こちらです。はい、このような作りになっておりますよ。非常にコンパクトなので、重さの方もだいぶ軽くなっております。どうしても先行で出た 165mm、 これもものすごく大人気だったんですけれども、どうしてもそこまで深く切らないっていうお客様がですね、 125mm の丸ノコ早く40出ないかなと、うちのリサクワークスの方にもお声がありましたが、ありがとうございます。ついに牧田さん出していただきたこの 125mm の丸ノコでございます。まずですね、こちらの径が先ほど何回も言ってますけども、ごめんなさい、 125mm になりますので、この切るこの深さがですね、47mm まで切れます。一寸五分ですね、 47mm まで切れますので、かなりまあ深く切ることもできますね。はい、そしてもちろんもう常識ですよっていうあれですじゃないですけども、ブラシレスモーター採用してますので、相当強力なパワーでお使いいただけます。はい、そして今ちょうどバッテリーがありますので、こちらちょっと装着したいと思います。はい、ちょっとまず動かしてみたいと思います。まずはちょっと動かしますね。いきます。あ、この甲高いこの高速な回転の音、お聞きになっていただけましたでしょうか。実はですね、スピード回転数に関してなんですけれども、スピードモードと仕上げモードの 2モードもございます。今スピードモードでお使い使わせていただいたんですけれども、これ 165mm の方と同じモード、切り替えモードができて、このスピードモードだと実は1分間に6000回転で、この刃のを回すことができるようになっております。もう一回いきますね。これが6000回転です。だいぶ早いですよ。はい、これが6000回転なので、浅めの材質のものを切る場合にはものすごく早いです、6000回転。そしてもう一つモードがあるこの仕上げモードですね。はい、こちらも 165mm の 40V MAX から搭載された新モードで、回転数を4500回転に固定させてお使いいただくことができます。これによって例えば家具だったりとか、どうしても節があったり、ムラなく綺麗に切りたい場合ですね、ちょっと回してみます。はい、はい、という感じで1分間に4500回転でムラなく綺麗に加工する場合に、こう仕上げも、でお使いいただける仕上げモードと、当初お伝えしましたスピードの6000回転の高速で回る2モードでお使いいただけるようになっております。はい、そして今回ですね、今ちょうど 18V の方、こっちが 18V ですね、HS474D の方なんですけども、作りの方はまあ近い感じの方で作っていますね。はい、でこのグリップの部分がこのモデルから、なんですけども、こう押した時にこう直進性っていうんですか、力が入れやすいように、作っているんですけれども、こちらのもちろん 40V MAX の方もこのようにですね、こう平行にまっすぐなっているので、こう力の入れ方が非常に、楽にですね、まっすぐ直進性が生むようにですね、しっかりこう、使いやすく作られております。そして特徴の一つが、もう一つ、こっちが 18V でこっちが 40V MAX なんですけれども、ここの部分、はい、この部分がですね、このデプスガイド、深さ調整する部分なんですけども、実はこれ、ここの部分、まあ、強化はされてるんですけども、ここ、吹き付けになってるんですよね。吹き付けになってて、まあ、一応このスムーズにある程度、まあ、できるようにはなってるんですけども、実はこれが、この 40V の MAX の方がちょっとキラキラしてますよね。はい、実はもうこれ、メッキ加工してます。はい、吹き付けじゃなく、メッキ加工してますので、さらに
ここのデプスガイドで調整した時にこれがスムーズに動くようになってますので、長く使ってもなかなかこれがガキガキゆっくりこう硬くなりにくく作ってるのがポイント、嬉しいポイントになります。私がちょっとおすすめしたいポイントになりますので、ここ改良してます。はい、ちょうどこう 18V とあるので音の比較もしてみたいと思います。はい、じゃあまず 18V いきますよ。はい、はい、こちら5400回転でこういう音になります。そして 40V はマックスは、音が違いますね。力強さが、私のカメラ越しで伝わるかどうかちょっとあれなんですけども、非常にこう回転とパワーを感じます。はい、なのでお使いいただいても、やはりですね、この 40V マックスは、強力なパワーで、作業の方も多分かなり楽になると思います。で、硬い材料を相手にするお客様もいらっしゃると思うんですけども、その場合に応じても、もちろん 40V マックスは 100AC 機よりも高いパワーでお使いいただけますので、こう非常にこう強力にかつ使い勝手よくですね、お切りすることもできるようになっていくと思います。そしてですね、この 40V MAX はもちろん防塵防滴のレベルも IP56 なので、かなりこう、強力になっております。はい、IP56 でございます。そして AFT っていう機能がついてまして、特にこの 40V MAX は AC 機能も超えるハイパワーなので、例えばですけども、こう切っていただいたときに、どうしても深く入ってこう歯が止まる、キュキュッてこうクッて止まったときに、そのまま戻したときにですね、通常だと歯がそのままジャンって回って、それが結構事故につながるっていうことがあったんですけれども、この AFT モードを採用してますので、あまりこう負荷がかかって止まったときに自動停止してくれるので、戻したときにもそのまま止まった状態で、お使いいただけるっていう安心なこう機能の方もついております。はい、で、今回この125mm の 40V MAX の丸ノコは、実は4種類出ております。4種類ですよ。はい、まず大きく分けられるのが、無線で連動できる Bluetooth 対応のモデルと、全くそう関係ない対応できない通常のモードの2種類ございます。そしてその中でもこちらのベースの部分ですね、ここのをちょっと見ていただけるとあれなんですけども、一体化しているタイプのベースのものと、ここから先分離できる基板切りができるタイプのこの2種類ございます。どういうことかというと、ちょうどここにネジがついてますので、このネジを緩めてもらって、すみません、手袋してるんで、ほっですね、ほう取れちゃった、ちょっとやりすぎましたね。こっちも緩めてもらって、そうするとですね、はい、このように分離させてお使いいただくことができます。そしてここのレバーを緩めてもらって、こっちもですね、こう緩めてもらってですね、ここも緩めて、そしてここのレバーを倒してもらうと、よいしょ、このようにですね、斜めに若干させて際切りができるようになっています。例えばですけども、こちらここをまあ壁だとしてですね、このように際まで切ることができるようになりますので、リフォーム業の方とかは際切りできる、もうギリギリまで切っても、まあ床とかを剥がしたい方ですね、際切りしたいという方もいらっしゃいますので、それだとこの 125mm のこの際切りができるタイプがおすすめになります。はい、ただ、皆さんですね、囚人機お持ちの方もいらっしゃれば、極切りやらないっていう方もいらっしゃるので、お好みに合わせて4種類4タイプお選びいただけますので、お好きなのを選んでいただければと思います。今回ですね、満を持して牧田さんから出ましたこの 40V MAX の 125mm の小型コンパクト丸ノコになりますけれども、私今回ですね、ご紹介しているのは牧田さんのこのスタンダードのお色の青なんですけれども、無線連動非対応のやつ、無線連動じゃないタイプに関しては、黒と青の2色お選びいただくこともできます。青と黒の2色あります。無線連動対応のものに関してはこのお色のみになります。そして、本体のみの販売と、あとセット内容の場合なんですけれども、こう40V MAX の 2.5 アンペアのバッテリー2つと、もちろん充電器、そして本体とケースが付くセットの方もご用意させていただいておりますので、ぜひですね、AC 機を超える
あのハイパワーの丸ノコのコンパクトタイプの 125mm 今回満を持して登場いたしましたので、ぜひですね、私がおすすめしたいモデルともあるんですけれども、気になる方はリサクワークスまでぜひよろしくお願いいたします。リサクワークスでは新商品やお得な情報をどんどん流しますので、こちらチャンネル登録よろしくお願いします。